はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今、はい、こちらでもおっしゃってましたけれども、パチンコの問題といいますか、地方議員の女性方で何かこう会を作られて活動をされるということでしたけれども、それを詳しく教えていただけますか。去年の夏からですね、パチンコのまず重課税、中期的にあるんで、その先には違法化というのを必ず成し遂げたいという気持ちを持った地方議員で、まず名前を30人ぐらい連ねてですね、発起人という形で、あと有識者も今お声をかけてるんですけど、地方議員と国民で、その日本人のやはり正気を失わせてる、要素の一つだと思うんですね、あれは。はい、ギャンブルというのは限られた場所で、限られた人が限られた時間に、やるというのが基本だと思うんですけど、パチンコというのはもう誰でもどこでも、もういつでもできると、まさに世界のやはり非常識だと思いますし、その富がまた22兆円ですか、かなりの部分朝鮮半島に行ってたりですね、中毒を生み出して、社会生活が非常に成り立ちにくくなっているような方もたくさん出ているという話を聞きますので、これ国家としてきちんとした策を取らなきゃいけないんですけど、その国家がもう本当にトップが、朝鮮半島にべったりの人たちですし、パチンコ業界からの利権も得ているようなのがやはり、与党にも野党にもいるんでですね、国会議員では進まないと。それであればそういう利権のない地方議員と国民から声を上げて世論を変えていくというところしかないのかなと。そうですね、現実に韓国では、そうですね、1万5000店舗パチンコ屋が韓国にもあったにもかかわらず、やはり国民がこれじゃおかしくなっちゃうということで違法化したんですね。もう合法のお店は一軒もないと、地下に潜ったのが若干残ってるそうですけど、それに対して日本も1万5000店同じあるんですよ。規模はちょっと、大規模なんですけど、日本の方が一つのお店あたり、ただそれも政治の覚悟ですよね。結局やるかどうかというのは、もうそれだけあるものを、形を変えたり違法化するっていうのはものすごい圧力は、反対の圧力はあるでしょうけど、国民を守っていくために必要なのかということを考えて、対応していくべきですね。今その政治の覚悟が国会には残念ながらないと言わざるを得ないですから、世論から、そこから国民と地方議員から起こしていこうと、思っております。今後の活動、本当に期待してます。ありがとうございます。ぜひ皆様にもご協力をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。